アメリカの起業家イーロン・マスク氏は14日、ウクライナに提供している人工衛星を使ったインターネット接続サービスについて、将来的に停止する可能性を示唆しました。アメリカメディアによりますと、イーロン・マスク氏が CEO を務める宇宙開発企業スペース X は、 人工衛星を使ったインターネット接続サービススターリンクを継続するのに必要な資金を出すよう国防総省に求める書簡を送付したということですスペース X は年末までに1億2000万ドルの費用がかかるとしていてマスク氏は無期限に資金を出し続けることはできないとツイッターに投稿しています